私が使ってるエリートグリップさんなんですけど、たまたま御殿場でグリップ交換されてたので、ちょっと私いろいろグリップ名前なんでしょう、チャンド、今日はチャンドさんと一緒にお話ししたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。え、よく来られるんですか？大体2ヶ月3ヶ月に1回来ますね。御殿場に、御殿場もウエストも、あと江南コースとか相模コースとか結構もう結構行ってますね。結構行ってます。そうなんです。太陽コースがほとんどうちでやってるんで。いや、私グリップってよく分かんないんですけど、はい、いろいろ聞きたいことがあって。はいはい、どうぞ。まずグリップっていつ交換するんですか？はい、グリップは大体1年間に1回。あ、1年で1回でいいんですか？1年に1回、はい。で、オイストは大体半年に1回。半年に1回。はい、3ヶ月に1回買えるお客さんもいますし。3ヶ月に1回は変える必要ないんですか、基本的に？うん、ないね。でも多くゴルフやってる人たちとか、うんうんうん、グリップって減り方がいろいろあるんですよね、はい、あのスイングによって減り方も変わりますよ。なんかパターとかあんま変えない人もいますよね。あ、パターはあのフルショットしないもんなんで、だいたいそれ気分ね、気分、気分、そう、遅くて2年3年使っても全然平気。先みたいに掃除してあげたんじゃないですか。はい、それだけ。めっちゃ汚れてたの一瞬で。あのスプレーは なんか特殊なスプレーですか？いや、これは別にグリップじゃなくてジュデアさんで使ってるパーツクリーナーなんですよ。うん、でこれゴムのグリップにつけられないんで、エネルギーグリップはゴムじゃなくて樹脂なんですよ。あ、ゴムのグリップはダメ。ダメなんですね。劣化しちゃうんで、これシリコンのものだけものすごく綺麗になるよね。そう、めっちゃ綺麗になりました。もうそう、そこを美容に取っとけばよかったんですけど、うん、いいところ、エリートのいいところはカラフルを使ってても、うんうん、汚れる心配ないね。汚れたら言ってもらえればいつでも掃除できるんで、あ、だからまたも元の色に戻りますよ、ね、他のグリップだと色が一回ついちゃうと、もうなかなか、そうですね、なかなか綺麗できない。今みたいに綺麗できない。これも新品状態になってますね、今。新品状態、うん、本当にめっちゃ綺麗になりました。そうです、こんなもんなんですよ。いや、でも買える時期がいつも悩んでて、なんか別にそんなに使えるけど汚くなったから変えようかなっていうのがあったんで。じゃあ1年に1回でいいんですか？うん、1年に1回でいいし、あと気分ね、気分変えたい、色変えたい、色変えたい、はい、一番使いたい、使ってるクラブヘッダー変えたい、そういうパターンもあるんですよね、はい。あと違いって何なんですか、それぞれのグリップの。まず太さが違うね。太さ、太さ、これ全部ここにあるものは全部違うんですよ。あ、これ全部違うんですか？全部違うんですよ。一緒にしか見えない。そう、太い、ちょっと太め、握ってもらうと、あの、大体わかるんですよ。太い、太さとグリップの重さ、重さ、何グラムとかですか？そう、そう、何グラムね、うん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 、あと硬さ、あ、握り心地ね。そう、ズグズグズ握っちゃう人たちはこっちの方がおすすめ。そう、なっちゃう、豆、すごい。こっちおすすめ？こっちのおすすめですね。強く握る、強く握っても平気、なかなか減らないし、あと今こう、こう、もう一回手を見せてください、うん、こうなってるってことね、グリップの太さが合ってない。へぇ、そう、グリップの太さが合ってないからこういう風になる。強く握っちゃってるんですよ。グリップは本当は優しく、優しく。これはグリップどっちにした方がいいですか？こうだと今使ってるより多分ちょっと太め。今何、これ、このぐらいの太さ、今、ね、これ 45g か 50g。 これは 40g なんですよ、女性の。これが女性用だけど細め、細め、うん、細い、だいぶ違うんですよ。あ、全然違う、全然違う、全然違うんですよ。こっちは楽に握れる、うん、豆できないね。え、じゃあこれは細いの使ってるからできてる豆なの？多分。結構スイングスピード大体どのぐらい出る？38ぐらい。38ぐらい。球右抜ける？うん、右行く場合ある？右もある。気があるでしょ。そう、こ、ギリは強く握っちゃったんだね。強く握っちゃった。で、38ってことはスピードが少ない、ヘッドスピードが。上を強く握ると下は走れない。ああ、そう、それもいろいろ説明を。柔らかく握った下が走る、走る、走る。大事なんですね、グリップの太さも。もちろん、もちろん。これ、これ、これ太いやつなんで、これ握ると多分今お客さん言ってるのはあの返しね、うん、返し、返し遅れてくるんでしょ、うん、遅れてきた。そうそう、太すぎちゃう。太すぎもダメ。ダメ、ダメ、ダメ。あれと一緒なんですよ。グローブと一緒なんですよ。例えば20使ってんじゃないですか。18はきついんでしょ。18きつい。ね。で、22は大きすぎるんですよ。それと一緒なの。ぴったり自分の手に合うものを使わないと、いろんなトラブルが出てきますね。トラブル。
トラブル。ビッグトラブル。ゴルフの中で一番大事だと思いますよ。グリップ。うん。だってグリップしか持たないから。グリップしか持たない。うん。うん、自分の一番合うやつ買わないとミスが増えますね。ちょっと後で持ってこようかな、自分の。そうです。見てあげますよ。本当に。はい。じゃあ持ってこよう。いいですよ。お願いします。あっちも紹介してほしい。グリップ以外にもね。あ、これはグリップ以外はこのホレバック。これもエリートグリップさん。エリートグリップですね。あとは今これは？これはトレーニング。トレーニング？トレーニング。トレーニングのものね。何するの？トレーニング。これこのトレーニングがこのトレーニングで全体の筋肉が一気に動く。でこれ？そう、これまっすぐ手を必ずまっすぐにして大体5秒ぐらい。5秒キープ。やってみますよ。全然違うんですよ。わかんない。なかった。行かないでしょ。行かない。そう、それだったらね、女性のもう一個あるんですよ。あるんですね。女性のっていうか、これが一番ライト。ライト。これは多分上がりますよ。これ一番軽いやつなんで。あ、女性用です。あ、上がる。そう。で、これまっすぐまんま。まっすぐまんま。何秒かキープするの。キープ。そう。全部聞くよ。これ全部一気に聞きますよ。キップ。きついでしょ。でもだんだん慣れていくんで、パワーアップしながら楽になってくるね。あと、これ。あ、それね。これ。ワンスピード。ワンスピード。これもシナリー覚えるね、シナリー。この間使って長い方を使ったんですけど、短いのを初めて見ました。そう、短いちょっと重いんですよ。これも、シナリー、これ全部シナリー覚えるためね。シナリー、あのクラブヘッドがどうやってしなってボールに当たってんの。こっちは傘が昨日からね、すごいカラフル、びっくりした。そうです。これはちっちゃいのも、そうゴルフの傘ですか。ゴルフで使えるし、普段も使えるし、普段使ってたら、そう、面白いね、みんな笑っちゃうね。あ、すげえ派手だな、ケさん。すげえ派手だな。こういうのもトレーニングボールね、スイングを体を柔らかくする。お、そう、お、体を柔らかくする。これこうやって、そう、逆持って重さでバックスイングの回転できるんだね。あ、重い。お、そう、いろんなトレーニングできるんですよ。説明書とか入ってるんで、それ見ながら。そう、3キロなんで女性たちにとっても最高にいいんですよね。うん、あんまり重くなっちゃうと変な筋肉すくうから、うん、ここまで柔らかい、ゴルフは柔らかい筋肉が大切ですね。ありがとうございます。なんかたくさん紹介していただいて。いい、またぜひいつでも。はい、これ。これエア。うん。これもエア。うん。一応レディースなんだけど、うん、太い感、でもしっくりはくる、その指のこう余ってる感じはないでしょ、うん、余ってるから手を動くんですよ、これ。だからそのマーメイできちゃうんですよ。チェンジ。チェンジ。オッケー、わかりました。じゃあ黒で。黒で、はい、決まり。決まり。オッケー。交換が完了しました。新しいピンクの、初めてピンクのグリップ入れたけどめっちゃ良かった。見た目よりなんか色合いがパッキリしてかなり綺麗になりました。カラフルです。エリートグリップのいいところはカラフルで、ここに星があるから、ここに星があるの、ここ、じゃん、すごく可愛いです。男性も女性もどっちも使えますね。これで手の豆も治ることでしょう。完成しました。練習に行きます。でも全然いいかも、グリップ交換してよかった。グリップ交換したエリートグリップ、いいかも。なんかやっぱしっくりくるな。太さ大事なんだね。太さは大事。手を返していく。手を返していく。返していく。後ろ向いて打つぐらい。
いいね、新しいグリップいいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。